言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。実は動画をさっき撮ったんですが、動画撮り終わった段階でいきなり新情報が来たもんですから、改めて話をしております。あのスマイルアゲイン、こちらがですね、4月24日に先行配信ということで、先ほど BE:FIRST の LINE から告知がありましたという形なので、あの素晴らしいことだと思います。動画の中で、あの、22日とか23日の NHK とフジテレビの番組に関する話をしておりますが、それに関しては、この情報出る前に語っております。まあ、ただ内容的にそんなに、あの、被ったりとか矛盾するところはないので大丈夫だと思います。4月24日に、スマイルアゲインの、あの、先行配信がありますという形で、そちらの情報を述べさせていただきました。ではね、あのもう一回ね、文化系トーク YouTube って言うと思いますけど、アイキャッチ入れてからさっき撮った動画に行きます。では行きます、アイキャッチ。言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。もうね、すでにご存知の方も多いでしょう。あのフジテレビのラブミュージック、以前 BE:FIRST 出たことありますが、とてもカメラワークとかも含めて日本の音楽番組としては非常に力を入れてくれている有料な音楽番組でございます。そちらの方に BE:FIRST が2週連続で出演をするということで、もう多分ね、話題にもなっておりますし、あの知ってらっしゃる方も多いでしょう。Venue101 NHK の方に出るっていうのもありますが、フジテレビにも出るということで非常に嬉しいなと思うところですね。はい。で、ラブミュージックに関する話ですけど、2週連続ということで、まずは4月23日日曜日、そして4月30日日曜日に出るということで、4月23日に関してはトークゲストというふうに書いてあります。で、4月30日はライブアーティスト&トークゲストと書いてあるようです。まあ、こちらね、あの見られる地域の方、そうでない方いらっしゃると思うのですが、見られる地域の方はぜひ見てください。ちょっと音楽番組なものですから、TVer とかで、まあ、やるかどうかっていうと、おそらくやらないと思うので、著作権とかいろいろもろもろありますんでね、っていう形になっております。まあ、こちらがまずあるわけですが、4月26日にスマイルアゲインのシングルが出ますが、まずあれでしょうね、4月22日ですかね、Venue101 に関しては、スマイルアゲインをパフォーマンスするということになっておりますけれども、こちらフジテレビの方はまたちょっと事情が違うんでしょうか。ライブは30日にするとすると、まあスマイルアゲインが出た後っていうことになるわけですけど、まあその辺の絡みというものも含めて、もろもろ見ていきたいと思います。今回はラブミュージックの話にはなりますが、Venue101 に関して、これが4月の22日土曜日の23時、そして、ラブミュージックフジテレビは4月の23日日曜日の25時からということになっております。ラブミュージックの方のね、やつをリンク概要欄貼っておきますんで、まあ、Venue101 も貼っておきましょう。今回はその話ではないけれども、まあね、忘れん坊になっちゃってねといきなり言ってるけど、あ、これタイトルにしようかな。まあ、いきなり考えてるけど。あのね、供給が多いもんですからね、忘れちゃうんですよ。で、先々のこととかもたくさんありますけど、まあ、あの、ちょいちょい確認していかないと忘れてしまうから、私自身もそうなんですよね。皆さんどうでしょう？全部の供給覚えていらっしゃる方っていらっしゃいます？多分ね、いらっしゃらないと思う。だから、ちょいちょい情報を確認しなきゃいけないけど、情報も断片的に出るもんだから、なんでまあ私もね、自分自身が覚えておくためっていう名目も実はあるんだけど、私みたいなね、YouTuber とかのまとめている動画とか参考にしていただくと嬉しいかなと思います。まあリンク概要欄に貼る癖が私はありますんで、そちらから行ってもらえればいいんでね、まあ逐一そちらの方の確認をしていきたいと思います。で、Venue101 の話ですけど、あの、Tomorrow by Together がね、スタジオに出るっていうことなんですよね。スタジオ初登場って書いてあるんですけど、Tomorrow by Together は皆さんご存知でしょうか？あのですね、BTS というね、世界的にもう大ヒットをしている K-POP グループがいますが、実は直属の弟グループになります。で、ビッグヒットミュージックっていうところに所属をしているんですが、
BTS の弟グループ直属っていうのはこの T×T、Tomorrow by Together だけなんですよね。他にもいろいろといるんですが、結局のところ、事務所としては違うところなんで、NTEAM も HYBE JAPAN というところだったりするんでね。まあ、まさかね、ここで出るとは思いませんでしたが、でもその NTEAM とも最近仲がいいですし、まあ HYBE、まあ HYBE 系列なんで T×T ね、当然。まあ、あれですね。最初のうちはどうなるのかなと思っていましたが、HYBE JAPAN と BMSG は非常に仲が良くなってきているというか、もうそういう感じなので、まあ、お互いにメリットがね、ありますからね。つまり HYBE としては、まあ、HYBE JAPAN というか日本でやっていくときに、日本で大人気の BE:FIRST、BMSG と組むことによって、またいろいろと仕事も広がるし、あと、HYBE JAPAN、特に HYBE JAPAN は、やはり日本でいろいろやっていくっていう時に、日本で人気のグループと組んでおくといろいろ良いし、で、この間 BE:FIRST が韓国にね、初めて仕事で行ったっていう話が話題になっておりましたが、HYBE とつながっておくことによって、向こうとのパイプもできると。で、もちろんね、BE:FIRST に関しては、韓国だけではなくて、アメリカ含めていろんなところに派生していくっていうところなので、その手段の一つ、路線の一つっていう感じで考えていただければっていうことになりますね。はい、まあ、Venue101 の話。そして、ラブミュージックの話になりますけど、こちらはまあ、まだ、実際のところ、情報としては、ですね、まだそんなに出ていないようで、いえ、そんなことはないですね、出てました。23日は、BE:FIRST がトークゲストで書いてあって、ライブアーティストが、スーパービーバー、リンとしてしぐれ、アトミックスキッパーでよろしいかな。ロック系ということになるでしょうか。あまり詳しくないんですが。で、4月30日に、トーク&ライブゲストで BE:FIRST。だから23日はライブの方はロック系という感じになって、こうなってくると4月30日の方はおそらくは、あれでしょうね、ボーイズグループとかダンス&ボーカルの人たちが歌うことが多くなるのではないかと。うん、違うかもしれないけどね。まあそんなことを予測しております。あくまで私のは予測なんで。というわけでラブミュージックに関しても、まあトークゲストとしてですが、スーパービーバーとかもね、ぜひ見ておくといいかなと。ロックフェスにたくさん出るグループでもあるので、いろいろと絡むことも多いでしょう。バックナンバーとね、レオくんがね、バックナンバーの方々と仲が良いというか、そういう形のもあったりとか、ね、シュントくんがウーバーワールドの方とね、つながったりとか、そういうこともできて、非常に良いことになっているんで、っていうことですね。はい、そしてね、忘れん坊のための供給ということで、これ忘れそうなんでね、ちょっと話をしておきたい。スポーツ報知、スポーツ新聞ですね。スポーツ報知の推し活情報局というアカウントがありまして、こちらがですね、報知スーパージュノンタイム、紙面チラ見せって書いてあって、なんか、この方は非常にオタクの心を分かっていらっしゃるような気がする。で、こちらが4月の18日、スポーツ報知で、BE:FIRST ジュノン君のインタビューがあって、その紙面が完成したので少しだけお見せしますって書いてありまして、そちらの、方もリンク概要欄に貼っておきますね。クールなのに可愛いジュノンさんをドドーンと掲載。まつげの数まで数えられるくらい感動の大きさですっていうね。まつげの数まで数えられるくらいだそうです。特大ジュノンに会おうよっていうね。うん。なんかあれですね。まつげの数とか特大とか言うとキリンを思い浮かべたりするけどね。うん。キリンビールが好きです。はい。はい。どうでもいいですね。で、なんかジュノンくんの話で、ジュノン、1998年5月23日東京都出身24歳。BE:FIRST で活動する一方で、モデル業にも進出。グループではレオと共に最年長。身長183センチ、血液型 A と書いてありますね。モデル業、そうですね。確かにモデルもやっておりました。こういうのも書いていただけるのだな、というところですね。で、まあ、インタビュー企画リアルで、4月から7人組ボーイズグループ、BE:FIRST のメンバーを毎月紹介します。第1弾はジュノン。26日発売の3枚目シングル、スマイルアゲインには、みたいな風に書いてあります。ですね。まあ、そういう形でね、スポーツ報知さんが非常にありがたいことに、そういう風に特集をしてくれるので、スポーツ報知、しかも1ヶ月ごとにやるようなので、素晴らしいではないですか。ね。っていうことです。はい。そしてですね、これも忘れてしまいそうになるのでね、言っておかないといけない。ユーハ味覚糖の方でですね、カヌレットオリジナル BE:FIRST クリアファイルが当たるキャンペーンスタートと、こちらね、もう始まっておりますね。
まあ概要欄貼っておきますので、そちらももろもろ参考にしてください。当選者の名前が入れられるカヌレットオリジナル BE:FIRST クリアファイルが当たるキャンペーンスタート。ユーハ味覚糖カヌレットを買ってキャンペーンに応募しよう。応募は LINE からっていう感じで、まあTwitter の方行ってもらったらサイトのリンクも貼ってあるのでそのまま行ってほしいんですが、応募期間が2023年4月17日月曜日から5月31日水曜日23時59分までということになっておりまして、でちょっとどういう感じかわかりませんが、抽選で1000名様に当たると、結構な数当たります。とはいってもベスティの数くらい考えたら1000名様なんて結構スズメの涙ぐらいにはなっちゃいますが、ね、ストロベリー味も出まして CM も公開されておりまして、もろもろこちらの方もね、どんどん見ていって BE:FIRST がさらに認知が広がればいいなと思っておりますがですね、当選者の名前が入れられるカヌレットオリジナル BE:FIRST クリアファイル、当選者様のお名前をクリアファイル裏面に印刷しますということですよ。素晴らしいですね、こういうことをやってくださるということです。そしてこれが直近のやつでもう一つありますね。4月19日にアンアン2345号スペシャルエディションの表紙に BE:FIRST が登場ということです。はい、4月17日カヌーレットのキャンペーンすでに開始しております。で4月18日スポーツ報知で特大ジュノンタイム、そして4月19日アンアンの表紙に登場ということで、これはビルボードジャパンの方のヤフーニュースにあるビルボードジャパンのニュースをリンク貼っておきますので参考にしてください。約1年ぶり2度目の登場となる BE:FIRST、 アンアンには約1年ぶりだそうですね。グラビアはセンター24ページでラグジュアリーな衣装とカジュアルなスタイルの2パターンの衣装で撮影された。ステージを思わせる華やかな衣装では彼らの真骨頂とも言うべきダンスシーンを捉えるというライブ感満載の撮影にトライ。まずは踊らないソログラビア撮影から開始し、その後スタジオにかかった音楽に合わせて BE:FIRST がフリースタイルで体を動かし、カメラマンも負けじとシャッターを切り続けた連写の中からよりすぐりのカットが掲載される。ソロインタビューでは今後の特集肌と髪最前線2023にちなみ肌と髪のケアの話題に、座談会ではグループの活動や今後の展望などが明かされ、組カットを一緒に撮影したメンバーについて愛のあるメッセージも掲載される。なお撮影のメイキング動画も発売日から公開予定。動画にはダンスシーン撮影の様子や告知コメントなどが収められている。これも大事ですね。まあアンアンに関してはね、お金もかかることですし、まあでもね、買うか買わないかっていうところ、そもそも品切れになったら買えないしみたいなところもありつつですが、撮影のメイキング動画、こちらも4月19日に公開予定と書いてあります。忙しいですね。はい、こちらはね YouTube だと思いますが見ることできますのでね、ぜひぜひ皆さんこちらもチェックしましょうということですよ。そしてね、忘れん坊というとね、グランパンパースはこれを一番忘れてしまう。 TikTok のね、 TikTok のチェックを大体忘れてるんですよね。だからね、もうすでに前に見たソータくんがあれですからね、ソータくんがカノンくんたちと一緒に踊っているオールド基礎伝のところから始まってもうすでに7つ出てますからね。BE:FIRST の TikTok 1個ずつ貼っておくとごちゃごちゃしちゃうんで、 BE:FIRST の TikTok のアカウント貼っておきますので皆さんでチェックしてください。で、スマイルアゲインに関しての全体のその写真撮影みたいな部分と、それから現在だとジュノンくん、シュントくん、リョウキくん、リュウヘイくんがソロで写っているやつがあって、こちらもみんな綺麗です。君は綺麗だのところで彼らが出るからね、あ、まさにその通りだと思ったりしますし、それからBE:FIRST TV の流れでしょうけれども、レオくんとジュノンくんがダンクを踊っているとこで、バスケットゴールがあるところの前でダンク踊っているので、マジの場所っていう名前で出てますね。レオジュノ見るのに最適です。で、レオくんファンは嬉しいことに、レオくんが出る動画さらにもう一個あって、3人でお遊びっていうのがあって、レオくんとリョウキくんとマナトくんでもう軽く遊んでいる、そういう動画が出ておりますということなので、こちらもそれぞれチェックをしてください。 TikTok は本当によく忘れてしまいます。これで終わせる予定でございましたが、なんとまだ忘れているものがありました。1日前になってますが、 BE:FIRST の Your My Bestie シャープ38の YouTube バージョンの方がもう出ておりました。
BE:FIRST ファーストワンマンツアー B1 2022から2023 Vlog パート5という形です。こちらはね、 YouTube バージョンがみんな見ることできますが、フルバージョンはまあご存知の方がほとんどだと思いますけれども、あのファンクラブベスティの方でフルバージョンは見ることができるという形ですね。はい、こちらの方もリンク貼っておきます。はい、というわけで怒涛の供給が大量にありまして、はい、4月17日、もうね、始まっていますが、カヌレットのクリアファイルキャンペーンがあります。で、4月18日、スポーツ報知で特大呪文が出るのでチェック。4月の19日、こちらがアンアンの表紙、ね、BE:FIRST出ますと。で、4月の22日、Venue101NHK の番組。で、4月23日、および4月の30日、フジテレビ、ラブミュージックっていうことですね。で、TikTok がすでにたくさん出ているっていう件と、それから Your My Bestie シャープ38がもう見れますよっていう件でございます。はい。はい、こちらも追加ですけれども、4月24日に Smile Again の楽曲先行配信というところもありますね。これが一番忘れてはいけないような気がいたしますね。たくさんありますね。多分ね、まだまだたくさんあるんで。先々のことやってもね、忘れてしまうので、また忘れん坊のための供給、共有をしていきたいと思います。私も忘れん坊なんで、皆さんも、私が忘れていることがあったら教えていただけると嬉しいです。お互いに情報を共有し合って、それでなんとかね、追いかけていきましょう。はい。はい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そして、すぐに情報が手に入りますように、特にこの動画なんかはそうですが、すぐに情報が手に入りますように、チャンネル登録をお勧めいたします。それでは失礼いたします。言いたいことは、今日言っておく、グランパンパスでした。